書いてあるよ。ミオじゃないの？こぼれた、こぼれた、助けて。やばいやばいやばい、こぼした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 。そっちはこぼれてない。カロリー低いって書いてある。めっちゃカロリー低い。すごい。乾杯。なんか、すごくないこれ。香りが日本酒なんだけど。香りが日本酒で、ほぼ水。そう、味炭酸水。すごいいいお酒。確かに確かに。でもいいお酒ってそういう感じ？うんうん、ノンアルなのにすごい。何こう？大吟醸テイストって書いてんの。うん。すごくないこれ？うん、はい、いただきまーす。いただきます。まずは、うん、何もついていない方からいただきます。うんうん。うんうん。おいしい？うん。どのくらい？どのくらい？めっちゃ難しい質問。このくらい。このくらい。うんうん。なんかホロホロ食感で、すごくなんか甘さがいいですね。うん。なんか甘すぎない。うん。日本人向けって感じだね。ホワイトチョコめちゃくちゃ合うな、これ。うん。詳細は、うん、作ってる時の動画を見てもらえばわかるんですけど、うん、そういうことです。どういうこと？うん、あと乾きやすいから、うん、こうやって何時間も置いておくと、カッサカサになるんで、カットしたらラップとかで包んでもらって、なるほどね、なるほど、乾かないように、うん、確かにプレゼントするときは特にね、うん、本当はねこうしたかったんだけどね、こうやって見たら白いブラックサンダーみたいな見た目になってるじゃん。いいね。全然違う、全然違うけど美味しいに決まってるんですよ。これは美味しい。チョコたっぷりが合うな。合う合う、超美味しい。寒くない最近？全然。いや特にね、今めちゃくちゃ寒いのよ。全然。あのチョコが溶けないようになのか何なのか知らないけど、なんか冬とは思えない寒さで。18度くらい普通でしょ。寒すぎる。普通普通、ほらおかげでこう固まったでしょちゃんと。おー、そういうことか。そういうこと。でも甘すぎないから。うん、朝ごはんとかにどうですか？ダメです。ダメ？ダメか。すぐね、粉物すぐ朝ごはんにしようとするからね、ほんと。なんで？ダメ？やっぱりご飯でしょ。どこが悪いのかな、これが朝ごはん。炎上炎上。炎上しないよ全然。しなくない？朝から元気出そうだし、うん。これでピーバックスみたいなところに行ったら、のドリンクと一緒だったら、まあ確かにそういう人もいるかな。スターバックスって分かりにくい。なんかあったっけ。ない。スターバックス。なんで不正字にしたんだみたいな。え、なんかテンション上がるじゃんこれ。朝に出てきたら。って思ったけど、うんうん。まあでもプレゼント用かな。やっぱこのサイズ感ならプレゼント用だね。うん、朝ごはんならもうちょっとないとお腹空いちゃう。うんうん、ほら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 。これがダメなんですよ。何も？2個食べようとしてんでしょそれ。うん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 。そうだよ。
何がダメなの、うん、そんなにね食べたらね体に良くないですよ。大丈夫、それは私のセリフじゃないですか。何がだってすごい酒、焼肉食べ放題とか行くと、うん、最後もう入るのこれみたいなタイミングの時に肉を5枚ぐらい頼んでる人はどこの誰ですか。頼んでません。めちゃくちゃ頼んでるよ。頼んでません。配分考えた方がいいよっていうくらい頼んでる。頼んでません。頼んでると思うな。え、なんかペース配分いつも間違えてて。いやいやいや、昨日間違ってないよ。まあ昨日は間違えてないね。学習済みだから。でもその前とかね、明らかに間違えていて。いやいやいや、なんかね、学習済みだから、ね、そう、でも学習するまでがね、もうね10年ぐらい経ってて絶対に最後もうこんなに食べれないよみたいな。でも食べ放題だし残すわけにいかないから一生懸命最後の2皿ぐらい焼いてどうにか入れてお腹に帰るみたいな、うんうん、なんかね、それの何が、いや、お腹のスペースと見合ってない頼み方をするの、いつも。うん、だから食べ過ぎは良くないよって話。焼いてくれたらね、もしかしたら変わるかもしれないけどな。焼かないからね、忙しいからね。焼いて焼いて焼いて食べた食べた食べて焼いて焼いて焼いて食べた食べた食べたみたいな流れじゃん。焼肉食べ放題行くのやめた方がいいのかな。じゃあやっぱ焼肉行くとそうだよね、焼かないといけないもんね。焼いてくれるお店さんってあるのかな。何もわけのわかんないんですよ。自分で焼かなきゃそんなことが起こらないってことやし、それは焼いてよ。美味しい。どの中には焼く人間と待つ人間がいる。これで世の中は成り立っている。今度からトング10本くらいもらうからね。どうやって、どういうこと。何なんでトング10本もらう。いろんなところに置いてあれば絶対、あ、ね、絶対やんないといけないでなるでしょ。2本しかないからね、うん、今度から焼いてあげる。多分ありがとうございます、うん、今度から焼いてくれるんだって、うん、しゃぶしゃぶの方が好きだな。ダメです。ごちそうさまでした。